マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはもうなかなか体脂肪が落ちなくてもう嫌になるなんてことありませんか？そこでこの動画では体脂肪を最速で落とすことができる朝食メニューをお伝えします。もし美味しく食べながら最速で体脂肪を減らしたいなとお考えでしたら最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、体脂肪を最速で落とすおすすめの朝食についてお話しいたします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ体脂肪が最速で落ちるんでしょうか。2つ目、体脂肪を最速で落とす朝食レシピお話しします。それでは1つ目の項目です。なぜ体脂肪が最速で落ちるんでしょうかということで、そのポイント2つあります。1つ目、腸内環境を整える材料だから。そして2つ目、その材料が水溶性の食物繊維を豊富に含むことでこの短鎖脂肪酸の働きをアップすることができるからなんですね。ここはさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、この短鎖脂肪酸が体脂肪を最速で落とす、まあ、キーワードということになるんですよね。ここを味方につけるわけです。そのための方法がある。結論お伝えしますと、水溶性の食物繊維を多く含むものをしっかり食べることになるんですよね。そうすると結果あなたがどうなるかというと、お体にあるこの脂肪細胞がですね、まあ、どんどん栄養を取り込むから、まあ、どんどんブクブク太るわけですよね。そこを抑えてくれるのがこの短鎖脂肪酸の一番すごいところっていうことですよね。そしてどんどん脂肪を燃やしてくれるわけです。なのでどうせ召し上がるならこの水溶性食物繊維が豊富に含まれたものをしっかり朝に召し上がりますと、そういった状態で一日をスタートすることができますよってことになるんです。そして加えてベースは先ほどの1つ目でお伝えした通り、腸内環境を整える、まあ、材料を使いましょうということですね。ここがもう痩せるベースになるんですね。そうすることであなたは体質そのものがデブ体質から痩せ体質へとこう生まれ変わることができる、シフトチェンジですよね。そういった形で根本的な体質から変えていきましょうねということ。そこに役立つのがこの短鎖脂肪酸ですし、何よりも腸を整える活動、腸活メニューということになるわけです。それでは2つ目の項目です。体脂肪を最速で落とすおすすめの朝食メニューということで、材料が4つあります。メインがですね、1つずつのダイエット効果をお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、玄米ご飯を使います。玄米はですね、もうとにかく腸内環境を整えてくれますし、太るもと血糖値の急上昇を朝からグッと抑えてくれますから、白米よりも断然痩せやすい食べ物になりますね。そして何といっても白米は栄養がほとんどないですけれども、玄米は残ったままなのでしっかりとここでビタミン、ミネラル、そしてもう大事な食物繊維ですよね、ここをがっつりとベースを作って召し上がっていただきたいと思います。そして次に納豆を使います。もうこの納豆の素晴らしいのはタンパク質が豊富なだけではなく、すでに発酵している発酵食品なんですよね。これが一番痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む食べ物になるからなんですね。そしてまた私たち女性にはとっても嬉しい女性ホルモン、エストロゲンに似た効果を、その栄養があるそのイソフラボンも豊富ですし、同じくここにも食物繊維ですよね。で、高タンパクで低脂質ですし、コレステロール値も抑えてくれる優れもの、ここをセットでまず使っていきます。では3つ目の材料です。卵を使います。もう卵はですね、食物繊維とビタミン C 以外の全てがギュッと含まれている完全栄養食品と呼ばれているわけですよね。ですから卵には食物繊維が入っていないので、先ほどの材料で補っていくわけです。ただし納豆だけではタンパク質量足りませんから、ここでしっかりと卵が持つもう高タンパクですよね、しっかりと栄養までここでギュッと取ってしまいましょう。そしてプラス海藻類ということで、今回私は海苔ですを使っていきたいんですけれども、海苔は海藻ですね。でも便秘改善は結局ここも水溶性食物繊維が取れますよということで、ギュッと短鎖脂肪酸の働きを作るものですねを使っていきます。
でなんとですね、食欲も抑えてくれる効果もありますから、そもそも食物繊維をたくさんたっぷり朝から召し上がることでですね、1日の食欲をやっぱりしっかり抑えることができますよってことですよね。以上の4つの材料を使ったメニューというのが何かと言いますと、こちらです。今お伝えした通りです。玄米、納豆、卵がけ、海苔ご飯ということになりますよね。もう本当にもう一つのお茶碗で全部済んでしまうというね、もう簡単なレシピですし、このままのねお味でもすごくねシンプルで美味しいですが、ちょっとね味が欲しいなっていう方は無添加のお醤油であったりとか、ここでねよく納豆についている添付されたタレを使う方いらっしゃると思うんですが、あれは使わないでくださいね。もうよっぽどいいものではない限り、ほとんどのものがね添加物が入ってるんです。タレとかからしとかとっても良くないわけです。なのでせっかくね材料いいの揃えたのに調味料で間違っちゃうと太ります。ですから私は、たまにね手作りの塩麹をかけたりとか醤油麹もありますし、無添加のお醤油を使うこともありますし、タレもそうですよね、つゆですね、これも無添加なので、ポイントは今お伝えした玄米、納豆、卵、海苔の材料が無添加であること、プラス味をつけたいなっていう方は無添加の調味料をちょい足ししていただければバッチリです。これにさらに具沢山のあったかいお味噌汁があったらもうバッチリです。なのでね、よくねお話聞きます、もう朝は忙しくてなかなか食べれなくって、車の中で菓子パン1個パパッ食べたりとか、おにぎりとパンだけとか、もうがっつり太る系ですよね。炭水化物、糖質の塊を朝から取るわけです。いきなり血糖値急上昇ですよ。せっかくろくに食べてもないのに血糖値が上がってしまったがために脂肪がどんどん溜まるわけですよね。もうとっても悪循環なので、そういった朝食もしと思った方はですね、今すぐ私がお伝えしました玄米、納豆、卵かけ海苔ご飯を食べていただいて、プラスお味噌汁、これだったらねもう事前に材料さえあればパパッと作れますから、ぜひそういったおすすめの朝食をあなたも召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回お伝えした痩せる、体脂肪をねしっかりと落としていくこの朝食メニューというのは、無添加でしかも水溶性食物繊維がたっぷりと入ったものを朝からしっかり召し上がっていただくということがポイントでしたね。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。